の片隅にある仕立て屋の若き女主人、着たての予算と確かな腕で近所でも評判の娘。そんな彼女の悩み事は愛するあの人の浮気性。私というものがありながら家に帰ってきやしない。だけど仕事は頑張らなきゃ、ハサミを片手に一生懸命、肌の鏡の最後バサミ、溶けば溶くほどよく切れる。今日も街はいつもの通り青鮮やか、平和な日常。歩くその姿こらえきれず、その場所をすぐ離れたの。だけど仕事は頑張らなきゃ、ハサミを片手に一生懸命、頬を涙で濡らしながら着物の縫い直しに精を出す。街は何やら不穏な空気、何か事件が起こったらしい。橋の前であの人を見かけた、隣の女は一体誰。落ち込んだ様子のあの人に寄り添う髪の綺麗な女、緑のピカとても似合うわ。街はにわかに騒ぎ始めた、再び事件があったらしい。かんざし屋であの人を見かけた、隣の女は一体誰。年端のいかぬ女の子に黄色いかんざし買い与えて、一体何をしようというの。中華大騒ぎ、今度は男が殺された。これで家族4人か、すべて何者かに殺されたらしい。それにしてもひどい人ね、はじめましてこんにちはなんて、まるで他人みたいじゃない、まるで他人みたい。
仕事は